河合にある公立小学校。蓬来町は1956年4月1日に、南下良郡町篠の村、蓬来寺村と八名郡大野町、七合村の一町三村が合併し発足。同年7月1日に、北下良郡三岩村のうち大沢河合、大沢長岡の一部を編入。同年9月30日には、南下良郡予備町、八名郡山吉田村を、編入。 さらに新城町との間で、境界変更が実施され、新城町情報を編入する。これにより、蓬来町の小学校は、旧、長篠村の長篠小学校、富栄小学校、旧、蓬来寺村の蓬来小学校、門屋小学校、布里小学校、愛郷小学校、旧、海老町の海老小学校、連谷小学校、旧、 山吉田村の山、吉田小学校、杉野小学校、あてら小学校。旧、大野町の大野小学校。旧、七号村野野東瀬小学校、細川小学校、細川小学校、須山文校、七号一式小学校、明号小学校。旧、三輪村の池場小学校、河合小学校。旧、船月村の乗本小学校と、 19小学校1、文校が存在した。過疎化などもあり、蓬来町は小学校の統廃合を進め、その最初として1962年に、旧三輪村の池場小学校と河合小学校を統合し、河合小学校とした。さらに、河合小学校と明後小学校を統合し、開校したのが、蓬来東小学校である。 現在の愛知県新首領市名護うたのに存在した小学校。旧南下田郡7郷村野の小学校であった。跡地は日帰り温泉梅の湯となっている。ありがとうございます。